こんにちは、鎌倉アンティークス土橋です。このチャンネルでは英国アンティークの素晴らしさや楽しみ方などを広く知っていただけるよう、私土橋の目線切り口から紹介していきたいと思います。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。そしてまた各 SNS のリンクは概要欄にありますので、フォローよろしくお願いします。はい、では早速ですね、今日の特集はモリスです。はい、モリスって言った瞬間にすぐピンとくる方いらっしゃいますよね。ウィリアム・モリスさんですね。こちらの方ですね。ウィリアム・モリスさんっていうのはですね、1800年代に活躍したデザイナーの方です。そしてこちらの方のですね、まあとにかく見てください、この椅子かっこいいでしょう。この針地の模様がポイントになるんです、デザインが。これ一つ一つちょっと見ていただくと、この模様植物に由来してますよね。見てください、この椅子すごい素敵ですよね。こちらの椅子、そしてこちらの椅子、そしてこのちょっと渋めの色で貼ってある紫色の椅子ですね。はい、こういったデザインをされた方なんです。このね、モリスさんというのは、イギリスが産業革命が始まってどんどん使い捨てになって、工業化が進んだ時に自然回帰を逆にして、そう、部屋の中には美しいものだけを置きなさいって、美しいものでなければ意味がないよっていう風な提案をして、アーツ・アンド・クラフト運動にこう勤しんだ方なんですね。そして部屋の中に自然のデザインとか長く愛されるデザインを作り上げていった方なんです。そしてこういったテキスタイルって言うんですけれども、こういう生地のねデザインをしていったんですけれども、例えばですね、私がちょっと好きなデザインってこういうのがあるんですね。この先ほどお見せしたここのデザイン名なんですけれども、これね逆ですね、こっちです。ちょっと見て、いちごのところにこういう鳥がいる。これね、いちご泥棒って名前がついているんです。これシンメトリーに貼ってパターン化して作れるようになってるんですけれども、これね、ビクトリアン時代の椅子にこの現代でプリントしたこの生地を貼り直したものなんです。すごくいい感じでしょ。この足の感じとこの感じ、そしてクッションも同じように作ったんですけれども、ちょっと座ってみますね。これがね、また座り心地いいんだよね。こんな感じで。すごくいい座り心地なんですね。そして、この横の、こちらですね。この椅子も、こちら、ピンパネルっていう名前がついてるんですけれども、これも斬新でしょ？ちょっと今見ると。これだって100年以上前にデザインされたものなんですけれども、今貼り直してもすごくマッチングするんです。グッときますよね。この椅子が一脚あるだけですごい、うわ何これって思うような存在感があります。そしてね、もう一つ私が好きなデザインがあるんです。ちょっとこちら来てみてください。これね、実はこのチェアなんですけども、ホールチェアといって、背もたれが長いですよね。こういうふうにここの背もたれとこの部分に、これスネークヘッドっていう名前のテキスタイルなんですけれども、こちらを貼り替えたものです。ものすごく繊細で、これ一つ一つ見てください、このデザインすごくいいですよね。でこれもやっぱり120年以上前のチェアにこのテキスタイルを、もうボロボロだったんですけどね、この椅子も貼り替えてすごくいい状態で、これねホールチェアなので、例えば玄関の前とかね、あれ横とか、そして廊下のところとかね、ただあと部屋のねところにこう立てかけて置くだけでも雰囲気が出るんです。あとね、こちらの紫、こちらのデザインちょっと見てください。こちらはですね、ブランチっていうの、まあ日本語で言って枝ですよね。こう枝がこういうふうに描かれています。そして枝のところに葉っぱがこういうふうに出てるんですね。そして少しシンプルな
形の、これはオークの木を使ったチェアを、これは1930年ぐらいのチェアなんですけれども、あのちょうど使い心地がいいんですね。座り心地もね、この背もたれにもやはりクッションが入ってますので、すごく座り心地がいいんです。ゆったりとした感じでアームチェアなんです。これアームチェアなんですけども、これ随分椅子の高さ低くないですか？もうね、膝より下なんですよね。これ座りづらいなと思うかもしれませんけども、ナージングチェアといって、まあ赤ちゃんをね、抱っこしてミルクをあげたりするときナーズする、そういうときに使う背面の低めのチェアなんです。で、特徴としてね、この裏なんですけれども、こういう風に見えますよね。ここちゃんとついてるんですね、ローラーが。これだいたいね、向こうの椅子ってローラーがついてるんですけども、日本に輸入するときにこのローラーを切っちゃってる場合があります。これはね、オリジナルなのでそのままローラーをつけっぱなしで使うようにしています。これはペアでね、今あるんですけども、これもね、ドールチェアに使えます。人形を置いてね、ドールチェアに使っても可愛いかもしれません。そしてこういう風に貼り替えるパターンとオリジナルで使うパターンがあるんですけれども、今ね、小物もちょっとお見せしますね。じゃあカメラさん、ちょっとこっちに一緒に来てください。これね、鎌倉アンティークスの、横浜のね、笠間の店舗なんですけれども、これね、家具がたくさん置いてあるんですよ。こんな感じで、ここにね、椅子もありますね。全部、こっちも全部椅子がこう並んでますけど、たくさんあるんですけども、何十体も。まあ今日はこの説明ではなくて、ちょっとこっちですね、こっち見てみてください。これね、モリスのこういう風にトレーになるんです。これ新品なんですけれども、イギリスで作っているトレーなんです。これを使うと、こう自宅でね、トレーを持ってくるだけですごくおしゃれな感じになるんですよ。こう細長いものになるんです。これね、インターネット上で売ってますけれども、あとこっち見てください。これなんだかわかります？こういう、これね、ティーコジーって言うんですよ。で、これをお茶のね、ポットにポンってかけるって温めておけるものなんですね。これね、小さいタイプもあるんですけども、こう小さめのタイプ、ほら、さっきのスネークヘッドの私の好きな模様もティーコジーがあるんです。ちょっとこっち行ってもらっていいですか？ちっちゃなトレーとか、ここ見てください。こんな感じですね。こういうマグカップがあります。そしてね、あとこういう風に、ここコースターです。イギリスのこのアンティーク家具っていうのは塗装が弱いので、直接熱いものをね、例えばティーカップありますよね、これをね、この机の上にね、いきなりドーンなんて置かないでくださいね。アンティーク家具の上に輪染みができてしまいますから、必ずこういうティーコースターを使って置くようにしてください。私もね、そういう風に普段使ってます。はい。あとね、もう一個面白いの、英国製のタイルで、なんとほら、モリスの模様がプリントされているタイルなんです。これを貼っても可愛いかもしれませんね。たくさんあるんですけどね、種類、こういう風にタイルが置いてあります。はい。じゃあもう一回ちょっと椅子の方に戻ってください。ざっくりね、ウィリアム・モリスさんのお話をしました。部屋の中に美しいものだけを置こうと、そして役に立つものを置いていこうと、一つ一つしっかり選んで長く使っていこうっていう思想なんです。この思想をアンティーク家具に用いてですね、修復しながら長く家の中を素敵にしていこう、一つ一つ作り上げていこうよっていう思想に当たっていくんですね。ですからこの部屋一つにとっても、自分の部屋の中でそういうイメージでね、紅茶を飲んでいただいたり、そしてアフタヌーンティーをしていただくと、素敵な毎日が過ごせると思います。はい。今日はですね、イギリスの大変偉大なデザイナー、ウィリアム・モリスさんとお話をさせていただきました。もしよろしければですね、またチャンネル登録の方もよろしくお願いします。鎌倉アンティークスの飛ばしでした。ではまた次週お願いします。